吉野さんお疲れ様ですちょうど10年ぐらい前ですけども私がね40過ぎてネットビジネスに参入するってことでやっぱりね40代50代の方がものすごく共感してくださって応援してくださってさらに私がね本当にネットビジネスで日々稼いでるところ、まあ、つまりはアフィリエイトで売り上げ上げてるところを間近で見てね 多くの方が即歌塾に参加してそしてそれぞれのアフィリエイトを成功させてくださいましたで最初の2年ぐらいで月収100万っていうのをね経験した人っていうのが30人ぐらい増えたんですよで私もあ自分のできたことを人に伝えることができるんだなっていうふうにさらに自信を持ってこの即歌塾と一緒に生きていくことを決めてですねどこまで続くのかなと思ったらまだ余裕で10年いけてますねさらに今、二足のあらじで、 FX オリガルヒも運営して2年目に入ってますからねうんでキックボクシングも始めて50代から、うん、だから年齢が進んだら大体不利になるはずなんですけどもその不利な状況の中で始めた人はどうなるのかなってことで興味を持ってもらえるのかなっていうふうに思いましたねだから不利が有利になるっていうねまあそんなあ言い方になるかもしれませんで、あのー、これからのこととかも考えるんですけども やっぱね50代とかで転職をするとなるとねどっかの会社に、まあ、行くところって限られてると思うんですがただね50代でもものすごく注目されて期待されて歓迎されて就職できるところがあるんですよその一つがその一つがトラック業界運送業界ですねもちろんトラック業界運送業界にはその業界なりの大変さはあると思いますけどもとりあえず 運転に慣れている50代なら、とりあえず使ってみようかっていうふうになるというふうに聞いてますし、実際に50代で未経験で、えー、トラックの会社にね、面接に行ったっていう YouTuber の方が、この2、3年前からだいぶ増えてきて、で、その業界にずっといる40代、50代の方が、こういう人だったら採用されるよとか、こういう会社は人手不足だよみたいなね。まあ、そんな感じで、ドライバー YouTuber、うん、トラック YouTuber っていうのが、結構なね、 アクセスといいうかブームになってるみたいで私も興味深を見せてもらってるんですよ。で大型を取るんだったらフォークリフトもセットで取った方がいいよみたいなアドバイスがあったりあとはね通常の運転免許でもある一定の年齢を過ぎると自動的にな4トンとかね運転できるみたいなことをね、まあ、ちょっと軽く聞いてあそうなのかなと思ってるところなんですけどもなんかね結構ねあの2024年問題でドライバーが慢性的にどこも足りない上に。 さらに今後も足りなくなるっていうことでねなんか本当にドライバーもっともっとともも来てよよみたいな感じだそうですよね、まあ、もちろん甘く見ていると、うん、やっぱトラック業界でもきついとは思いますけどもあの多くの方が言われるのは基本的にね10時間高速であの高速時間ね高速時間10時間で1人の仕事なんであの運転中は結構リラックスできてそれこそ放送もできるしトラック無線であの同じような環境の人とおしゃべりもできるし。 横乗りって言って指導を受ける期間が、まあ、短いところで1週間長いところで2か月とかあるらしいですけども、まあ、それが終わると本当にねあの楽しい仕事に変わるよっていうふうに言われてましたね、うん、なんかそう考えるとあのトラックドライバーもかっこいい仕事だなっていうふうに思うようになりました、うん、50代でも初心者ね50代からの挑戦大いにありえると思います人生100年時代ですから 70も働いてる人が多い中で60から始めても10年選手のベテランになれるってことですかね。それでは、いってらっしゃい